きーす。いいっす。よし。目音は仕上げ削りと、下地の黒い黒染め、鉄焙煎の黒染めが終わったので、今から真っ黒な漆を、木漆を塗り込んでいきたいと思います。ね、行きましょう。これね、大きいのと小さいの、目音案です。もうここ最近はすごく天気も良くて、でそんな雨も降らない、まあ、空気も乾燥しててとても過ごしやすい気候ではあるんですが、やっぱあの湿度はねだいぶ少ない状態なんで、この漆の硬化させるっていうのに関してはちょっとやっぱり手間取るなっていう感じがありますね。漆を硬化させる場合にはある程度の湿度、水分が必要っていうこともあって、この乾燥した季節はなかなか漆が固まらなくて次の工程に進めないっていう、待ちの時間が長くなりがちではありますね。でそのまああんまり湿度が足らなさすぎて本当先に進まないっていうようであれば、あの室っていう、まあ、漆を硬化させるための箱というか部屋ですね、室を準備してその中を湿度を保つようにしてあって、でその湿度の高い状態の室の中でに入れて硬化させてやると、まあ、そういうことをしますね。だから今は室の中に入れて硬化させるっていうふうにしてます、うん、いやでもすごい秋晴れの毎日が続いて気持ちいいですね。暑くもなく、まあ、ちょっと肌寒く感じることの方が多くなってきた感じですね。そうなると今度はまあ虫とかももうね出てこなくなってきたので非常に過ごしやすい。キャンプとかめっちゃ行きたいですね。でもこうそういう時にキャンプとかに最適な季節の時ほど、まあ、僕みたいなこういう仕事っていうのは非常に忙しいっていうね。で最近はあのこの木の器作りだけじゃなくてちょっと畑仕事とかもやっているもんですから、畑とかもね今は忙しい時期ではあるので、なかなか娯楽というかそういったような方向に時間が取れなくてもどかしい感じはありますね。よし。で木漆に黒いススを混ぜて作った黒い木漆、これをこの木の器にどんどん塗り込んでやる。まあ1回目なんでしっかり吸わせてやるような感じですね。まあテクニックも何もない、ただ塗りたくる。無駄にね時間をかけすぎないように手早くやっていくと。これ今回まあ2つだけなんでまああれなんですけど、本当はねもっとたくさんの数のものをまとめて塗っていくっていう風な、そういう風なやり方をすればより効率は良くなりますよね。
僕の場合はそんなに大量な数を いつもねやるっていうわけではないので、まあ、ちょっとずつちょっとずつ塗るっていうことも多いですね。まあ、さっき言ったムロっていうのを準備してその中に入れて効果を進めさせるわけなんですけども、そのムロも、まあ、なんかたくさん作るようになるとそのでっかいムロも準備しなきゃいけないと、まあ、今僕が、作っている木の器の規模でいうと、まあ、ちょっとずつちょっとずつ作っていくっていう方が、まあ、スペース的にもね設備的にもその方が都合がいいというかちょうどいいっていう感じなので、何でもかんでもまとめて一気にっていう感じにはしてないですね。ちょうどいいところを狙ってやってきて、でそのちょうどいい規模に今ちょうど落ち着いているっていうところですね。まあ、この先たくさんもっと作ろうっていう話になるとまたそういった設備面の方からいろいろ改良していかなきゃいけないねっていうところではあるんですけどね。まあ、僕みたいに火の器作家っていう形で、まあ、結構自由に作らせてもらっておるんですけれども、こういうスタイルでっていうかね、そういう形で自由に作りたいっていうのであれば、そうですよね、そんなに同じものを延々と作り続けるっていうわけではないので、ちょっとずついろんなものを気が向くままにっていうんですかね、まあ、楽に作っとるっちゃそうなんですけれども、でも結構追求するところはすごく追求したりもするので、まあ、面白いですよね、その方がね。しっかり吸わせてやる。で、しっかり吸わせてやって、まあ、吸い切らなかったこの木の器表面に浮いて残ったような漆は拭き取ってやると、まあ、それがまあ拭き漆仕上げっていうことになりますね。この1回目の塗りっていうのは、まあ、生地固めっていうふうな言い方もされてたりするんですけれども、要はなるべく木に漆をたっぷり吸わせてやって生地中からしっかり固めてやろうっていうような目的があるので、漆もちょっと薄めにサラサラした感じに薄めてやって、でより木の中に吸い込まれやすいような状態にしてやって、でたっぷり塗り込んで吸わせると、これ生地固めですね。それで多分映ってなかったよね、これ生地固め。まあちょっと置いとったらまたスーッと表に浮いている漆も沈んでいくので、その状態になったら拭き取ると。ね、1回目の拭き取りは本当こういうふうに一度もう使った後のような、一度使った状態の拭き取り紙とかを使ってざっと拭き取ります。状況に応じてこういう使い古しのもので拭いた方が
いいっていう場合もあったりするので、うん、でまああんま古くなりすぎるとちょっと毛羽立ってきて、その毛羽立ったホコリが表面につくと汚くなってしまうんで、そういうのを避けるために最後の仕上げの方ではこういう使い古しではなくて、あの新品のまだ使ってない状態の拭き取り紙を使って仕上げの拭き取りをやったりしますね。こんな感じですね。で、1回目なんで、表面の虫はしっかり拭き取るっていう感じですね。ホコリも無駄に大きなね、ホコリも残らないように、まあ、どれぐらいの状態に拭き取ればいいかっていうのはなかなかこういった動画で伝えきれないというか、というのも映しきれないっていうのもあるし、まあ、言葉で説明するのもなかなか難しい感じなんですけど、まあ、実際やってみて、あ、やっぱこういうふうに細かいホコリが多少残ってしまうなとかっていう、まあ、そういう状況をいろいろ実際に作ってみて、自分の目で確認して、その後、あ、この細かいホコリやっぱ気になるわって思うんだったら、それをなくすような方向でいろいろ工夫したり改善していく必要があるねっていうことになりますね。まあ、僕はいろいろ繰り返してやってきた結果、この最初の1回目の拭き取りはこの使い古しのものでよくて、最後、まあ、3回目4回目って最後の方の仕上がりに近づいていく、まあ、拭き漆仕上げの時はあの新品の綺麗な拭き取り紙を使うようにしていますね。新しいやつっていうのはこれですね。これ新しいやつで拭き取る、まあ、新しいやつっていうのはこの拭き取り紙の繊維がこうほぐれて、こうこの紙から脱落してない状態なので、最後仕上がりでこう綺麗に拭き取った時に、ここから出てきたホコリが木の器表面について残るっていうことが少なくなるん で最後の仕上げの方はこれで新しいので拭き取るようにしています、という感じですね。で、まあ、今回はとりあえず1回目の生地固め、黒い木漆をしっかり吸わせて拭き取ったところまでやりました。で、これあの室の中に入れて硬化させます。じゃあ、まあ、とりあえず今日はこの辺で。バイバイ。